はい、皆さんこんにちは。今日もクリフエンパイアやっていきたいと思います。前回の続きですね、チュートリアルということで空港の閉鎖と開始、これはもう簡単にできますので入れていきましょう。さあ、一旦ここでですね、隣の町と何が足りないかちょっと、見ていきましょう。ここはブドウが足りないということですね。こっちの方はどうなんだ、ブドウが7、やっぱりちょっと少ないですね。で、水の方はどうだ、水の方も確認すると、まあ水はまあまあですが、水がなくなると困るので、水も、どれだろう、30以下なら一応購入というのを入れておこうと思います。で、こちらの方は水をたくさん取れるので、こちらの方をちょっと入れていきましょう。さあ、それとですね、そろそろ大学の方も作っていきたいなと思っていますので、大学の方を作っていきたいと思います。さあ、これで地質の方を調査できれば、その崖ごとに何が得意で何が得意じゃないかというのがわかると思いますので、そちらの方をしっかり作っていきたいと思います。さあ、こちら、病気かなんかなってるのかな？ビタミンが足りてませんね。これ魚が足りないからなので、魚も購入していきましょう。20以下なら、購入と、いうことにしていきたいと思います。で、あとなんだろうな。病院もちょっと建ててみましょうか。まだこの病院は建てたことがなかったので、病院を建ててみて、この、なんだろう。病気が治るかどうかを見ていきましょう。さあ、働き手はこちらは OK で、こっちは全く人がいませんね。これは何だろう、まだ建設中か。建設中ですので、ブドウの方はまだ作れてませんね。ここは日照量が大きいので、どうなんだろう。ひょっとしたら土壌とかがいい感じでなってるのかもしれません。さあ、12人だけ一応働きに来てくれてますが、人が全然足りてませんね。あ、新しい人来た。15人ほど来ましたね。よしよし、いい感じで人が来ました。さあ、飛行場の方ではドローンがあと1機作られてるのか。10機まで作れますので、10機作っちゃいましょうか。よし、これで、物質の運搬がかなり、いい感じになってきています。さあ、どうなんだ、ここマターがめちゃくちゃ取れてますね。マターが一番最初の町は結構取れる崖なのかもしれません。次から次へと来ますね。で、水の方もしっかり出来上がってると。さあ、そしてここで大学が作られてますので、大学が出来上がれば、地質の方を研究していきたいと思います。さあ、ここで、どうだ、出来上がったのかな、まだかな、まだですね。それと同時に、チュートリアルの方ですね、チュートリアルの景観の方もしっかりと作っていきましょう。でっかい公園ですね、こちらを建てておきましょう。これ2つくらい突っ込んどけばいいかな。大学はまだできない。優先順位は1にしておきましょう。あ、病院の方が先にできましたかね。病院とかの方ができたので、これで、結構いい感じで働き手がいないことはないかな。こっちの方は0と。家をちょっとだけ建てておくか。家を建てておきましょう。よし、これで OK ですね。あ、ここで、チュートリアルも終わりました。さあ、市役所とかもできてますね。よいしょ。はい、そして2つ目の崖に住人を35人ということで、こちらの方は大学ができましたので、研究で地質調査を行いたいと思います。さあ、今、2つ目の崖の方にですね、建物の方は建てていますので、こちらが建て、終わるまで少し待ちたいと思います。さあ、建物ちょっと待ってたんですけど、その間に研究が終わりましたので、次の研究行きたいと思います。どうしようかな。送電か、どうかな。送電か食品関係は浄水。
土壌をパイプライン、あ、水ですね。水の方がいいかな。水の、ところを送り合うような感じで作っていきましょう。さあ、これで OK ですね。とりあえず、ここで家が建つのを、引き続き見ていきたいと思います。さあ、家が建ちました。一番最初のですね、ロケットの方が来ましたので、こちらですね。人口が30人になるのを待ちましょう。これ1個で、十分52人入れますから大丈夫ですね。さあ、一番最初の方の、ところでも、ちょっと住居が足りなくなってきましたので、住居の方を建てていきたいと思います。さあ、チュートリアルの方終わりました。受け取りましょう。さあ、次に交易をするということで、こちらも大丈夫ですね。そして、忘れてましたが、崖の内容を見ていきましょう。あ、ここすごい。マター量が 100% ですね。で、ウランも少しあると。こっちの方は、まあ、土壌が微妙だな。日照量高いので、土壌もいいのかと思いましたが、違ってましたね。なので、まあ、全部が平均的ってことかな。3つ目の方行きましょう。あ、3つ目の方は土壌がかなりいい感じで、ウランの埋蔵量も高いですね。ああ、なるほど。では、ここら辺でちょっと、3つ目の方も行きたいと思います。どうしよう、橋をどこにかけれるかですね。ここにかかるので、ここにかけていきましょうか。一応、人の行き来もするために地下鉄も建てておくか。よし、こんな感じでいいでしょう。そして、3つ目のところにも、貯蔵所を建てておきます。よし、これがまたかっこいいところですよね。宇宙船が来て、貯蔵所を差し込むと。さあ、これで OK ですね。はい、これでだいぶいい感じになりました。で、なんだろうな。とりあえず橋とかが出来上がらないとどうしようもありませんので、橋を待ちたいと思います。さあ、橋の方が出来上がりましたので、一応ですね、こちらマターが40以下なら購入ということにしておきたいと思います。まあ、水の方は今研究中ですので、これで問題がないと思います。では、こちらの方は、農場をたくさん建てて、食料の方を、受け渡しできるような場所にしていこうかな。野菜も2つずつ、そしてブドウの方も2つずつ建てていきましょうか。よし、これで OK。そしてワインの作るところも建てていくと。ワインどれぐらい生産できるんですかね。一応人も少しだけ入れていくかな。こちらの方の発着場を建てておきましょう。で、人口の方、共同のやつを一つ入れると。そしてメンテナンスですね。メンテナンスも一つ入れておきましょうか。これでちょっと様子見ましょう。これ結構また使いますね。輸入しないと全然足りなくなりますので、こちらちょっと出来上がるまで見ていきたいと思います。さあ、こちらの方は 3D プリンターの方がもう一個できましたので、こちら家電とガジェットの方を作っていきたいと思います。家具の方は最初の方の生産で大丈夫だと思いますが、ガジェット作られてませんので、ガジェットの方を作っていきます。さあ、これでどうかな？結構いい感じにできてきましたね。その方も増えてきましたので、問題なくいけると思います。よし、結構いけるな。こっちの方はどうだろう？人一応住んでますね。足りないものは、穀類はかなり増えてますので、いらない感じですね。穀類は売ろう。あ、すごい。112ありますね。51丁なら売るという感じにしていきましょう。ブドウとかは大丈夫かな。野菜とかも大丈夫ですね。よし、これで OK。で、こちらの方も、もし、あれか、作りすぎた場合用に一応ポータル立てて、売りましょうか。よし、ここで建てていきましょう。ただ、ここは今、マターが全然足りてないと思うんですよね。どれぐらいだろう。ゼロになってますね。しっかりとマター買わないと、厳しい状態になってます。こちらの方もマター結構少なくなってきましたので、
厳しい感じですね。さあ、21人が外に働きに行ってるということで、こっちの方は大丈夫かな？職場40人ギリギリですね。なんとか行けてる感じです。マターの方も32と。こちらは特に何かが得意というようなこともなさそうですね。こっちの方はどうだ？何かがマイナス9だな。重要なパターン、あ、水がない。水がないぞ。水が全くありませんね。これやばいわ。しっかりと水の方を買っていきましょう。いや、水がなかったな。しっかり今、この研究さえ終わればなんとかなると思うんですけど、こちらの方が出来上がってませんのでどうしようもないですね。ワインの方はどうだろう？プラス2ということで。あ、職場が、ここは働きに来る人しかいない感じなのか。さあ、とりあえずこれで水、穀類は大丈夫。水をなんとかしないとまずいんですね。水をもうちょっと輸入しましょう。さあ、こちらの方はどうだ？あと、水は50でかなり余ってますので、輸出しても問題はないでしょう。こっちもちょっと水がないな。早いところ、このポンプできてほしいですね。水が均一化すれば問題は解決すると思いますので、大学に頑張ってもらいましょう。さあ、こちらも人口の方は結構いっぱいになってしまいましたね。そして、チュートリアルの方はオフィスを建てるということで、これ最後のチュートリアルだったっけな。おそらくオフィスを建てたら、普通にチュートリアルが全部なくなる感じだったような気がします。お金がちょっと微妙にありませんが、どうしようかな。居住区を建てるか、プラス14ですよね。美観を上げるかですよね。ちょっと住居の人数を上げていきましょうか。よし、こちら上げていってどんどん人を入れていきたいと思います。そして、オフィスも建てよう。でっかいオフィスビル1個あれば問題ないかな。さあ、これでちょっとお金の方を稼ぎつつ行きましょう。あ、そして、リサーチの方が終わりましたね。これで水が均一化するはずなので、取引はできていませんね。よしよしよし。これで問題なく水の方は OK になりました。さあ、次の研究は電気の方行きましょうか。電気も送電して、均一化していきましょう。これで、エネルギーが作られないと結構きついんですよね。バッテリーを上げていくという形になります。さあ、これでポータルできた。余ってるのは穀類が結構余ると思うので、穀類は売っていきましょう。あと、野菜とかはまだ取れてないのか。人がちょっと足りないかな。病気になってますね。これはもういきなり、あれか。病院の方を建てちゃうか。よし、病院の方をドンと建てておきましょう。そして少し広場、娯楽施設とか入れていくかな。職場50人必要って言われてますね。困ったな。さあ、ここら辺、あ、ちょっと止めちゃったな。ここからは一体何が足りないのかをちょっと見ながらやらないと、結構厳しめになってきましたので、少しですね、何が足りないか見ていきながら作っていきたいと思います。それではですね、今日はこれぐらいにして、また次回この続きやっていきたいと思います。それでは皆様、ありがとうございました。